節の光、樹氷に咲き誇り燃える、爽やかな香り、青春を語ろう、ほのかに芽生えし恋心、君がささやき、こんばんは、山際淳二です。こんばんは、谷村由美です。こんばんは、加山雄三です。加山さん、こんばんは。こんばんは。早いですね、25日クリスマスの晩から、こう加山雄三さん中心にこういろんなゲストの方をお招きしてね、いちごユーザーのキャプテンコースを、加山キャプテンコースとからお届けしてきたんですけど、はい、30日ですね。なんか寂しくなっちゃうな、今日が最後だと思うと。本当に年の瀬の気配がだんだんこう忍び寄ってきてる、ね、そうですね、はい、でもいつもの年の瀬よりも、うん、こういう雪の世界でっていうとちょっと違うんじゃないですか。なんか僕はこういうの初めてだから ね、なんか一日一日だんだんいい気分になってくるんですね。都会の世話しさとまたちょっと違って、うん、割とのんびりした雰囲気の年の瀬っていうかね。そうなんですね、はい、今日はね、加山さん、はい、永遠の青春、永遠なる青春という、なんだそれは。青春ってのは永遠なんだという、なるほど。初めにお断りしなくちゃいけないのはね、今日本当はね、西武ライオンズの香取投手、リリーフエースの、そうなんですよ、来るはずだったんだけど、はい、香取さんがね、風邪ひいちゃったらしいんですね。ちょっとこじらせてしまって、喉に来てしまったんだ、うん、そうなんです。お大事に、本当に香取さん、早く治してください。残念です、お会いできなくて。本当ね、そうですね、はい。しかし、今日はですね、ザ・ワイルドワンですか、もうかなりなお付き合いと伺ってますが、もう学生時代ですよ。彼ら、この加瀬君なんか高校ぐらいで、僕が大学ぐらいですかね、はあ、その辺からの付き合いだから、ね、25年とか30年、もっとでしょ、だって、あ、そうだ、加山さんがデビュー30周年で、そのデビューの前から、前ですから、35、6年前からですよ。すごい、加山ファミリーみたいなもんですね。まあそうですね、兄弟、まあ、うちにだって寝泊まりしてて、あ、お帰りなさいって言うんだから僕は帰る。そうなんですか。ひどいもんですよ、本当に。あ、お帰りなさいなんつってね。おう、なんつって。まあ今日はそのザ・ワイルドマンズの人たちも来てますんでね、はい、音楽をたっぷりと聴かせていただきながら、ヒットメドレーというか、ヒット曲がもう次々に聴けてしまうので、うん、それもだけど、音合わせなんてロックスポやってないんで、全然、大体うちでやってる時にガチャ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 やってるとね、うん、大概誰か間違えるような、そんな雰囲気になっちゃうかもしれないけど、ノリでいきましょうね。それがこう生のいいところですよ、生のいいところ、ね、はい、ということです。ところが、あのね、加山さん、今日ね、僕らスキーやったんですよ。そうなんですよ。やっと時間が、いやいや、初めてでしょ。僕初めてです。これがね、大変なもんですよ。そうでしょう、いや、勇気がありますよ。いや、恥ずかしいなと思うんだけどね。いや、まあしかし、だってビギナー、大手振ってビギナーで、それはいいんですよ。何でも恥ずかしがることないですよ。初滑りです。ゆみちゃんもやったんでしょ。はい、やりました。今年は初滑りね。初滑りというか、もうでも子供の頃にもう暴言を一回やったきりですから。でも違うんだよね、まったりやったことないのとはちょっと違うと思う、うん、でもここまで来たら見比べて見てください。入ったら、まあ、じゃあ、それを見ながら、我々向こう行きましょう。はい、はい、どうぞ。おお、パパへっへーだ。加山さんも見てる。
ベテランの好き、ビギナーの好き、ここから始まる。そう、これがザ・初心者。お見せしましょう、初心者。違うか。見てみましょうか。ものすごい出すんですよ、スピード感。もう山際さんシューとか言って、そういいフォローですね。あっという間ですよ。スピード出すから転んだというね、そういうことなんでしょう。優しさです。いや嬉しいですね。でもあれですね、スキーのこれは僕は今日初めてでしょ。あと何回かやると、つまり暴言ができて、足を揃えてこういうふうにできるようになる。なりますよ。そうするとだって今日だってもう曲がってたじゃないですか。うん、一応曲がってるんですけど、ね、だから俺びっくりしたですよ。大したもんだなと思ってね。なかなかはいかないですよ。加山さんはもうスキー歴はもう僕はもうないですから、5歳の時からだから48年でしょ。48年と40分の差ですね。40分ですよね、40分もなかったですよね。40分もないかな、そんなもんですね。まあ当然あれくらいのレベルがあって、まあ、いいんですが、はい。ところでずっと今日6日目なんですが、越後湯沢から、ずっとお送りしてるわけですよね。新幹線で上野駅から来ますね、上越新幹線で。そうすると越後湯沢に着くとこう新幹線で音楽に触れてくるじゃないですか。あの曲が実は加山さんが作った曲だってことを実は知らなかったんです。あ、そうですか。知らない人多いんじゃないですかね。多いですよ、きっと。この番組の最初のオープニングのタイトルバックにも流れてますけどね、湯沢旅情っていうんですよね、はい。この曲を最初今日聴かせてください。はい、じゃあこれ4番まで長いんでね、2番と4番ぐらい歌えますか。はい、はい、お願いします。触れないに染めし夕日は山並みの彼方過ぎ去りし夜風二人を語ろう。ほのかに芽生えし遠い心君が面影懐かしく思い出深き巻き親切の
光樹氷に咲き誇り燃える爽やかな香り青春を語ろうほのかに芽生えし遠い心君がささやき麗しく思い出深き銀世界思い出深き越後ありがとうございました。越後湯沢の歌をどうして書かれたんですか？きっかけは何だったんですか？まあ40それこそ8年間通い詰めて、はい、でまあ最初の頃は冬だけだったんですけどね、子供が長男が3歳になった時にね、はい、この湯沢でサマーキャンプっていうのが始まったんですよね。もうその前からあったんだけど、まあ、入ったわけ、うん、で1ヶ月間親元を離してそれでそのいわゆる親離れをするという訓練をね、うん、でそれ以来夏も来るようになったわけだ。あそれでそこでずっと、まあ、合宿のように子供たちが生活をしている中で父親参観日とか、うん、それから父兄参観日とか運動会盆踊りやったりね、はい、でそういう時に、まあ、なんとなく出来上がったわけ、うん、で四季折々のその、まあ、湯沢のね情景と地名を入れて、うん、4番までちょうどだから春夏秋冬、そうなんですよ、冬なんですか、うん、そうなんです。でも加山さんが初めて小さい時にねここにスキーに来た頃の湯沢と、ええ、最近の湯沢は全部変わってましたね。これは違います、うん、最初ね、うん、それこそ強力って昔ね、はい、荷物を背負って、ええまあ、運んでくれるというそういう職業があったけど強力、うん、で中里の駅に、まあはい、在来線で来てね、はい、でそこへ降りたらば、うんまあ、夜着くわけですよ、はい、で僕なんか強力に背負われて、あ、そうなんですか、うん、子供だからね。そして湯っぱらまでずーっとあれ歩いて登ってったんですよ。どのくらいかかったんですか？どのくらいかかったでしょうね。1時間2時間は楽にかかりますよ、ね、今は関越自動車道も通ってるし、うん、その道路状況っていうか全然違うから、自由な、ね、今みたいにいい道じゃないですからね。雪中を和漢時期つけてね登っていくわけでしょ。でまあその何人かで荷物も背負ってくれて、それでお客さんは普通歩いていくわけですよ、みんな、うん、である時からバソリになったわけ。今度馬に引いてたバソリですか？馬に引かれて、うん、でもこれは馬が大変だけども乗ればいいわけだからね、業者と我々は、うん、客は乗ればいい。でそれから今度は車じゃなくてさらにウィーゼルっていうね、雪上車の前身っていうかね、キャタピラのついたまあジープみたいなもんでね、うん、それでやっぱり駅からずっと山まで上がっていくという、もうとにかく今はもう新幹線で1時間15分で来て、もうそこから車で持って5分とか、うん、15分とかのところにもうスキー場になるでしょ。うでね、日帰りでスキーができるという。そうなんですよ、考えられないですよ。越後湯沢っていうと川端康成さんが雪国を描いた、舞台になっているのはこの越後湯沢なんですね。そうなんですね。でも新しいこう今のこう越後湯沢って今度この1週間でずっと見せてもらって、まあ、便利になったなっていうのと、いろんなこう山あいの方に入っていくとまた違った趣がありますね。そうですね、うん、山奥の方とまた街中とは全然違いますからね、はい、さあ、先ほど紹介した今日のゲストザ・ワイルドワンの方がですね、揃ってます。はい、お願いしましょう。どうぞ、こんばんは。こんばんは。こんばんは。どうも。こんばんは。どうも。どうも。よく来てくれました。どうもどうも。いやー、島君どうも。どうも。こんばんは。こんばんは。まあ、おかげください。いや、昔バトルで来てたんですって。今、すごい昔の話をね。木村だってそうだろ。僕の時は、岩っぱ来た時はウィーゼルですよ。あ、もうウィーゼルだ、夜行に乗って上野から、うん、それでこっちに着いて、そこから朝ウィーゼルでガーッと山登っていくんですよね。だから当時は本当に忍耐強くないとできなかったんですよ。そうですね。でもやっぱりそのぐらい魅力やっぱあったんでしょうね、スキーって。
リフトなんてなかったから、僕ら子供の頃は。リフトなんていうことはこう上がっていく、全部登って、いや、スキー担いで登っていくわけ。だから1日に 2,3 回しかできないからさ、スキー板履いてるから滑りますけど、うん、靴で歩くと埋まりません？いや、今の靴と昔の靴と全然違うんだよ、うん、昔の靴っていうのは登山靴みたいな靴だって、紐で縛ってるの、うん、だから足首やなんかはまだ動いてたわけ。あ、そうなんですか。それと、まあ、潜る時にはね、和漢敷ってってこういう漢敷ってあるんですよ、うん、それを履いていけばね、うん、ところがあれね、足こう開けて歩かないとね、あ、そっか、自分で自分の足踏んづけちゃう。内側にかなり出っ張ってるでしょ。いわゆるこのりしろ、のりしろみたいな状況でね。そう、のりしろっていうのりしろ部分ね、こんな感じでのりしろだって。ああ、そうか。加山さんもやっぱりスキーがうまいわけだよね。その頃から担いで上がってもうめちゃくちゃ滑ってるんだから。まあなんかさ、もうなんかイニシエのあんた、骨董品みたいなことやってるけど、よ、いや、日本の歴史をね、今ね、買い物に。なんか飲むの。あ、はい。何、じゃあ、すいません。ウーロン茶かなんか。ウーロン茶ですね。で、僕は、ビール、濃いとこでウーロン茶を。あとは、時間稼がない。あ、ビール。あ、ビール、はい、わかりました。順番に紹介させてください、改めて。ザ・ワイルドワンズの加瀬邦彦さん。リーダーだったんですね。そしてお隣が上田義明、あ、ごめんなさい、島英二さん。島英二さん、失礼しました。それから上田義明さん。はい、こんばんは。そして鳥塚信一さん。はい、鳥塚です。ちょっと、まあ、ちょっと何なんだその傘は。いや、ちょっとね、いや、ちょっと今日は雪がすごくロマンティックですけども、うん、もしかしたら雪から雨に変わるかなと思って、一応なんかそんな、そういう縁起の悪いことするんじゃないよ。ほら、そうですよね。 でもあまりにもロマンティックで、加山さん、もうライティングは綺麗なんで、ね、もう感動しちゃいました。いや、でもね、今の時間だといつも降ってんだね。昨日も降ってる、一昨日も降ってるでしょ、うん、もう雪がだからすげえ状況良くなっちゃって ね、 そうね、今日も滑ったけど、ね、すごい雪だね、サラサラなのね、うん、こんな近いところでね、信じられないぐらいいいけど。もちろん、皆さん、加山さんのこうデビュー30周年っていうのはご存知でしょ。はい、はい、ね、先ほど聞いたら、もう30、その加山さんデビュー前から加瀬さんなんかこう、お知り合いだった。そうですね、僕はだからもう35年か35、6年だな。5、6年ぐらい前から、ね、彼がとにかく高校生ぐらいの時に、やっぱり僕の住んでた茅ヶ崎っていうところに彼住んでてね、うん、で、もうしょっちゅう遊びに来ちゃうね。そのうち帰らずにうちに寝泊まりしだして、もうさっき言った通りさ、僕が帰ってくる、仕事から帰ってきたり学校から帰ってきたりするとね、もうお帰りなさいって。住み込みで、それでギターを教わってこの道に入ったわけ。それで作曲家で名作曲家になっちゃってるんだから、大変なもんですよ。昨日もそれでエレキの若大将やってましたね。あれ見たんですけど、さっき岡山さんとリフトで話してたんだけど、やっぱ30年っていうとやっぱり、あ、もう本当短かったような気がするけど、ああいうの見ると、うん、いや、昔だな。ガンゼンするから、もう、加山さんもこんなやつ。細くてね。僕もあの時、チラッと出てるんですけどね、あのエレキの会社、後ろでギター弾いてるの、加山さんの横で、ジンガサかぶって。ジンガサかぶって。痩せててね、やっぱり30年って随分昔なんだなと思いましたね。それで、子供が見ててね、どこお父さんって言ったってね、出てるんだよ、今日から。これって、嘘って。ハーブ見ないと、ほら、消えちゃう、消えちゃう。しょうがないなって感じで。もちろん加山さんもこれだけスキーが得意なんだから、皆さんスキーおやりになるわけでしょ。もうね、もう今日も昼間かなり歴史は長いですよ。歴史は間は抜けてるけどね。そうですね、今日ジャンプ台がないんでちょっと残念な。今日でも40度のとこ、加山さんに案内していただいて、それでまあみんなで直角行こうと思ったんですが、一応それ横目に見ながら、まあ、安全コースっていうのがあるって伺ったんで、そちらの方をちょっと案内していただくか。裏側のね、はい、それはまだ見てないんで、見てみたいですね。はい、はい、じゃあその VTR 出してみてください。出るんですか VTR。 出るんですか。あれが違うの、あれ違う、あれ違う、これ違いますね。これからですよ。30度は避けてね、裏にね、大中ゲルでってね、逃げ道がありますからね。逃げ道に行きます。もう逃げ道特集です、今回は。ジャンプ台があると本当に良かったんだけど、何を言ってね。ジャンプ台がいわゆる100点コースの獣道と言われるやつです。僕ら今から砲弾で発砲して割ります。では、2回行きます。はい、お願いします。暴言舞台出発。ここでも言ってやるな。暴言舞台。こうして皆さんでお滑りになるのは、いや、久しぶりなんてもじゃないよ、これ。もうこれはもう20何年ぶりです。あの、岩っぱらのスキー場以来ぐらいですよね。そう、もうだから
驚くべき時間が経ってるけども、あの後ろが加瀬君、ね、黒いのね、あのなんか白いんじゃなくて、あ、これですね、これが僕ですね、で、上が後ろが、あ、そう、グリーンが上田ですね、はい、私です、その後ろは鳥塚です、鳥塚君、二馬身遅れて、そうだ、なんか JR のなんか制服みたいな色の、まあ、緑のおじさんと呼んでいただいて結構ですけど、おお、綺麗だなあ、うまいね、昔と全然変わんないね全然変わんないですほんと変わんないよ、ね、なんか昔と同じ滑りしてる、うん、やっぱり形って変わらないものですか、変わんないね、だいたい自転車と同じでさ、忘れないもんなんですよ、一回滑ると、うん、でも今日はまあ初日だからもうちょっと慣れると、そうですね、もうちょっと今日初めて、うん、今年初めてだから、うん、もう3回か4回滑ればね、すぐ慣れてきちゃって、これが鳥塚です、鳥さんかね、やっぱり本場な感じ、うん、お、あ、上田結構やっぱりあれだね、スプリントがあるね、あ、体がちょっと遅れてるね、ちょっと後ろがね、そうするとね、テールが流れが悪くなる、ほら、あ、やっぱそうだ、真横から撮るとすぐ分かるね、でもうまいよ、おっと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 、おら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 女性を見るとああいう風に引っかかってくる、遠慮するとか、メッセもございません、いや、全然考えたら違う、スピードがね、違うんだよね、だってバソリン乗ってスキー行ったぐらいだからなんだよ、それは形があまりにも、トレさん、違うね、違いすぎますね、これはやっぱり、ね、まあ、年のわりにはいい滑りだよ、うん、いや、ね、ほら、加山さん、俺たちが遅いからなんか後ろでもうブレーキをかけながら来てるというね止まりそうになっちゃったまあ、しかしこれスキーは楽しいだよ、本当にそうですね、楽しいですよね、楽しいね、なんかね、昔帰っちゃったみたいなね、本当だね、キャリーと乗ってたら23年すっ飛んだみたいな、本当に昔の20年経つとあれですか、やっぱりこう、スキーっていうのは上達するもんですか、いやいや、だからやってなければダメですよ、やっぱり、うん、で、そこの辞めた段階から、うん、その20年経ってやったらそこから飛んでしまう、うん、タイムマシンって感じ、じゃあその間あまり進歩がなかったっていう話ですか、うん、全くないっていう話じゃないですか、いや、でもタイムはないっていうかさ、うん、タイムはないってことはいいですよ、キープしてる、キープして、僕はね、あんまりスキー一生懸命やらなくなったので、加山さんは昔、岩っぱら学生時代、うん、ナイターやっぱりこう夜滑るんですよ、はい、でやっぱりあのそのスキーロッジのレストランがあって、そこからそのリフトに乗るところが見える、そこ最後すごい下って登ってそこでみんな止まる、うん、それで加山さんもう向こうからくるくる回転したりジャンプしたりしながら降りてくるわけですよ、それでキャーッと止まる、その若い女性が見て、どうだったんですか、わあ、あの人かっこいいわねとかってみんな言ってるんですよ、そんな聞こえてくるから、あ、俺は滑るんだよ、そうだって、ゲレンデで滑る醍醐味は人が見てるところで滑ることだとか、すごい、もうアクロバットのスキーをやるんですよ、当時からウォーミングアップで、だって足をだってこんななってこんななって柔らかかったですよね、割合柔らかいんだね、俺ね、それでやっぱりスポーツ始める前って必ずね、腱を伸ばすといいんですよ、何をやるにしても、そうしないと、まあ腱が硬くなってるとどっかねじったりね、ひねっちゃったりね、そういうのがあるから、やっぱりウォーミングアップっていうのは絶対にして、でもさっきその二十数年前にふっとこう帰るというふうにおっしゃってましたけど、ね、あの頃作ってた音楽って、どういうふうにしてこうあれなんですかね、いろんなものが出来上がって、もう何曲も何曲も僕のが聴いてると、あ、独特のこう世界ってありますよね、湘南サウンドって言いますかね、でもそもそもこう作ろうとした時にはまだ何も見えないです、これから何も見えないです ね、 ですね、ただ自分の中から自然に出てきたものをそのまま書き留めたっていうか、うん、それからある時はテープに撮っちゃうとか、うん、それで多重録音なんてやったんだね、あの頃もう、うん、ただし今みたいにトラックがたくさんあるわけじゃなくて、テープレコーダー2つ使ってね、うん、あのオープンかな、そうそう、オープンリールのね、2台でそれでこっちに1つ入れるでしょ、はい、それを流しながら聴きながら一緒にこっち入れる、そしてでこっちやって、もうそのうち4回か5回やっていくとシャーシャー言っちゃって劣化してちゃうよね、音がね、でもそうやって自分一人でいろんな音作りをやってみたわけね、ベースだったピアノ入れたりね、エレキ入れたり、まあ、サイドギター入れたり、うん、で結局そういうのから自分のそのフォーク調の音楽とか、うん、まあ、FEN っていうその番組をね、うん、よく聴いて、洋物、洋物っていうか向こうのポップスとかさ、そういうものをすごく聴いてたんですよ、でやっぱりそういう横文字の歌というか、うん、そういうものに、かなりインパクトを受けて、うん、で好きになり、カントリーウェスタンとかエルビス・プレスリーね、ジーン・ヴィンセントとかさ、加山さんってレコードがたくさんあってね、プレスリーとかね、だから僕もそういうのを遊びに行っちゃ聴いてて、うん、だんだんプレスリーが好きになり、ユナも好きになって、うん、
加山さんはもうとにかく器用でしたね。器用っていうかピアノを弾けば今度ドラムを叩くしベースもギターも何でもやるんですよ本当に、うん、ある時部屋からなんかポインポインと音が前の音がスチールギターしてるんですよ。で最初の日はなんか変なポインポインって言ってて、うん、あのお母さんなんかなんかお兄ちゃん変な音出してるねとかつって、うん、翌日行くともうちゃんとメロディーちゃんと弾いてるんですよ、うん、だからそのくらいなんか一つのことにこう興味を持つとなんかガーッともう徹底的にやるっていうタイプなんですね、うん、でもその加山さん先ほどその自然とこう自分で音感出てきてしまう、だから、うん、あのそれが結果としてその湘南サウンズみたいになってきますね、うん、でも加瀬さんなんかご覧になってて曲作りに苦戦してるとか苦しんでるとかそういうのって見たことないですか。いやあんまりそういうのないんじゃない、まあ、自然に作ってるって感じですね、はいはい、何にもないね、うん、だから車の中乗っててこう撮影所なんかでね待ってる間にギター弾いて加瀬どうだこんな感じで、おそれいいですねこれレコーディングしようとかっていう感じだからそんな苦しんで鉢巻きして部屋で閉じこもってガーッとやっていうそういうタイプじゃないですよね全然。でやっぱりこうさっきもあのクラシックも好きだしそのジャズも好きだし音楽の幅がすごく広いでしょ、うん、それでプレスリーとかフォークとかカントリーとか、うん、そういうのがいろんなミックスされて湘南なんて言うと僕たちの頃の湘南サウンドなんてないですから、うん、やっぱりハワイアンなんかは、うん、海なんかウクレレなんかでよくやりましたね、うんうん、そういうのがミックスされて例えばお嫁においでよはそのハワイアン調のところから出てきたりとか、うん、そんないろんな要素から出てきてるから加山さんのこう曲のレパートリーの幅が広いんじゃないですかね。あ最近ではね、シンフォニーなんかね、お書きになってピアノコンチェルト、あ、コンチェルトだ、うん、ごめんなさい、うん、でもあの頃、昭和40年ぐらいにね、加山さんが恋は赤いバラとかお出しになった頃、うん、僕ら大学1年生であの、うん、バンドやっててものすごいね、かっこいいと思った、うん、あのエレキサウンドに歌が乗っかったっていうのはね、うん、新しかったですよね、うん、完全に僕らのこうやりたいことを、うんあの先鞭をつけてやってくれたって感じがしましたね。だから学生で音楽やってるやつはものすごい新しいことをやる人だ、俳優というよりもね、うん、音楽的に すごく新しいことをやる人だ、アメリカの音楽をそのまま持ってコピーしてその通り歌うんじゃなくて、オリジナルの歌を英気に乗っけて歌うっていうね、小気味良さみたいなのものすごくやっぱでもぶっ飛んだですよね。学生の時に聴いてた時に僕らもやっぱりその前ニール・セダカとかいわゆるそういうオールディーズ、アメリカの一番光ってる時代の音楽を聴いてるのが日本の方がもうその流暢な英語で I love you, yes I do っていうこれ向こうの曲かなと思ったら加山さん作ったっていうからすげえ人だって思っちゃってとんでもない人が日本に出てきたんだな、結構そういうインパクトが僕らが学生時代に受けたんですね。なるほどね。ミュージシャンっていう感じで、やっぱりね、あのもちろん映画俳優としてはもう僕らがね、うん、散々の映画館行って、うん、もう音楽の面がね、やっぱミュージシャンとしてのね部分のね、あれはもう偉いショック受けましたね。すげえ人だなと思ってね。今日はあのワイルドワンズの方も見えてるし、同窓会でしょ、なんとなく同窓会だよ同窓会だよ、ほんとに、ね、35年ぶりの同窓会かあの加山さんの曲皆さんでさっきから頼まれてるんだけど、こんなね、用意してくれたんだね。ドラムセットはなくて、そうですよ、違うのはね、山の中でね、隣の町から借りてきたんだ。そうですね、すごいこういうのに凝ってる人がいてね、バスドラ2ついりますかなんて言っていや、そんなにいりませんって借りてきたんだよ。2個使うとね、セットになっちゃう。大丈夫ね、加山さんの作時々遊びに伺うと、あのギター持ってきてね、酒飲みながらだったそんな気分で今日、うん、そうでないとダメ、あのまともにやろうと思うとどうもいかんか間違えたり途中で終わったりするかも分かりませんけど僕もビールをいただいてビールを飲みながら飲まなきゃ聞けない、はい、やりますから。何やろうか最初、ね、そうですね、じゃあ景気いいのから。景気いいの、景気いいの関係からいきますか。じゃあ加山さんがやっぱり一番最初に作曲した、うん、曲がいいんじゃないですか。それはだって加島君、でも加瀬さんの歌を聞きたいんですよ。よぼしだよ、加瀬さんの歌っていいんですよね。いいの、よぼしでいいの、よぼし、よぼし、よぼし、加山さんが最初にあの曲目第1号ですよね、さっき。そう、中学の時に作ったんです。中学2年、中学2年の時に作ったという曲で、それはあの夜空の星、はい、はいはいはい。で、感想さ、どうする。感想、僕はメロ、いや、メロディー歌ってる。2ついく16、だからクインキンクインキンやってください。クインキン、いやちょっとねこれあの突き指してるでね言い訳よ。そうじゃあ行きましょうか。ワン・ツー・スリー、ハウ。僕の行くところへついておいでよ、夜空にはあんなに星が光る、どこまでも二人で歩いて行
束しよう繋ぎ合った指は離さないと泣かないで君には僕がいるぜ涙なんて拭いて笑ってごらん僕の行くところへついておいでよ夜空にはあんなに星が歌う懐かしいですね。懐かしいね。やりゃできるね。思い出してってね。思い出したね。次ないじゃん。いやいや、タイムトラベルだよ。ね、続々と言ってください。30年前に戻っちゃった。一番最初だけどこういう感じですよね。そうだよ。今はもうすごい仰々しいですよね。いろんな BA とかね。そう。今日ギターなんかも何もね。今日はもう最初はなんか省エネ。めっちゃ聞こえるもんな。省エネだって。意外に省エネなんてないよ。どうするの？なんか谷村さんも何か聞きますか？なんか夕日赤くとかそういうの。あ、夕日赤くか。知ってますか？はい。あ、そう。あれだったらいいですね。ね。彼女はなかなか弾きますからね。ただもんじゃないと睨んでましたけど。やるな。シンガーソングライター。じゃあ夕日赤くしか。はい。そうです。夕日赤く。Oh.
がとう。もう一曲ぐらい行きましょうかね。また、うん、そんなんやっぱりワイドアンズがいるんだから、やっぱりワイドアンズコーラスやってたの、旅人よとか。あ、旅人よね。いいですね。はい、キラーデーマイナー、デーマイナー、デーマイナー、はい、デーマイナー、デーマイナー。イントロよろしく。まあ、せーの。思い出しますね、本当に学生時代やっぱり、ね、よく歌うんですよね、これね、うん、で学生時代僕ね、あの加山さんの声 の歌ってるでしょ。でそれから20年ぐらい経って僕がこんなところでですね、加山さんの目の前でこういう曲を聴いてるとは夢にも思わなかったですよね。今日はもうなんか山際さんお顔にも幸せって書いてあるラッキーみたいなです。ラッキーですよ、加瀬さんもいるわけでしょ、ワイルドマンでしょ。いやちょっと信じられないですね、考えてみると。いや私も本当に本物だっていうのが本物っていうのが本物の感想です。本物のおじさんだみたいな。ロックンロールみたいなのやりません？ロック、いやまたちょっとお話しした方がいいんじゃない、ちょっとね。いやもっと言ってください、うん、そうですか、うん、どうせならか。ブルース・ウェルシュー、あ、それ行こうか。ね、で、キーはね、キーは G にしよう。G、はい。ね、G ですか？はい、太鼓が効く必要ねえんだよ。いや、一応気持ちの良いんだよ。じゃあ、D ですね。わかった。All right, so long for the money.
move for the show. Bring it ready now, go get go, and don't you step on my blue sweatshoe. Well, you can do anything, but in all of my blue sweatshoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place, and do anything that you wanna do. Come on, children, don't you step on my blue sweatshoe. Well, you can do anything, but in all of my blue sweatshoe. Well, you can burn my house and steal my car, drink all my liquor on my old pool jar, do anything that you wanna do. But don't you step on my blue sweatshoe. Well, you can do anything, but in all of my blue sweatshoe. Where's the one for the money? Good for the show. Bring it ready now. Go get go, but don't you step on my blue sweatshoe. Well, you can do anything, but in all of my blue sweatshoe. いやなかなかのもんですよ。やりますね。やりますね。やるじゃん。加山さんのこのギターがまたね、かっこいい、ね。昔ベンチャーズの。あれがしぶんだよ。ベンチャーズからノギーエドワーズからもらったんですよね。無理しはる。そうそう。ノギーエドワーズかと思ってたら。あのエレキブームの。渋いギターだよ。大変なもんなんですよ。今すごい価値があるんですよ。どれくらい前のことですか、あれは。だからさ、その1964年が、64年が、ね。ちょうどオリンピックぐらいの時じゃないですか。あ、そうですか。加瀬さんのギターも。僕のは古いでしょ。もう古いですけどね。これも古いよね。なんか色の色とかあのデザインがそうですね。なんかやっぱり60年70年古いギターを古い人がやるとやっぱり古い音になる。当たり前なの。アンプがすごい音するからびっくりしちゃった。ほら、こういう人がいい音に聞こえるっつんだもん。そうね。これエフェクターは全然使ってないから。使ってないから。最近はこうすごくエフェクター使っている。だからこうもうストレートな。エフェクター使うとね、あれ下手でもうまく聞こえるの。今ほら仕事機でいっぱい物を並べるのが流行ってるんですけど、全然。僕たちはあれどれ踏んでいいか分からないじゃん。とんでもない音出て。とんでもないいらないですね。本当にありがとうございます。よくこのおじさんたちの演奏についてきてくれました。そうだね、本当にもう必死でしょ。いやもう本当に懐かしい歌を聞いたところで、あの毎日このところ30年前ぐらいの世の中ってどんなことだったかなと聞いてるんですけどね、今日もなんか VTR が用意されてるみたいなので見てみたいと思います。何が30年前今日はこんな感じでした。30年前の日本、お正月の風景、皇居前の一般参賀です。高度成長期のあの時代、しかし町にはこんなのどかな風景もあったのです。人々は豊かさと平和の時代を満喫していたようでした。テレビのスポーツに熱い血をたぎらせました。昭和33年、西鉄巨人の間で戦われた日本シリーズ、3連敗のあと4連勝で西鉄が奇跡の逆転優勝を飾りました。この時
神様、仏様、稲尾様という言葉も生まれました。今も伝説として語られるほどのドラマにもなりました。昭和41年、ビートルズ来日。音楽の世界でも本格的な国際交流が盛んになっていきました。人類が月に立つ。アポロ11号が長年の夢を叶えてくれたのは昭和44年のことでした。ビートルズのあの思い出しますね。昭和41年。41年です、ね。ちょうどあの時僕たちワイドランドを結成してるメンバーを探してる時だった。そうなんですか。ね、ビートルズをね僕武道館で見て、その足でね御苑スタジオ行って練習したのよ。そうです。あの時の日本のアーティストでは加山さんだけ確かお会いになったんですよね。あのビートルズと。そうそう。あ、そうなんですね。彼ら4人と一緒にすき焼き食べた。いいな。ただ一人の日本。ただ一人の日本人アーティスト。全員と。で、全員と一緒に撮った写真もあるもん。だから5人で写ってるわけ、うん、4人バックに俺が入って、うん、どんなこと話しながらすき焼き食べたんですか。いや、だからさ、どうやって食べんだって言うからさだから卵はね、ローエッグなんつってさ、で、かきますから、でもうこぼすわさ、飛ばすわさ、で、白身落っこどしちゃうわずるって、ダメだ、それもったいねえんだって言うんだね。それで肉はつまめないわけよ。だから1本でこうやってぶっ刺してこうやってさディップスの方で、加山さんはこうやって食べるんですよ、全部食べたって。いや、そんなことない美味しいって言ってました、すき焼きは、うん、やっぱり、うまいって言ってた。そう、あの時、その後に加山さんとお会いした時、そのお話をしてくださって、うん、なんかホワイトアルバムの話をしたとかなんとかいう、そういう話を覚えてるんですけど。そうそうそう、だから出てくるその前だったからさ、すごい、その後だよね、出てきたじゃんかよ。だから俺も、あの時やってたんだなと思ったりさ、それからね、突然、飯食い終わった後にね、あの絵を描きたいって誰かが言ったんだよ。そうしたらもうバッと絵の具とさあれが届くんだよね。驚いちゃった。そういったら真ん中にスタンドボンと置いてね、4人が囲んでね、テーブル囲んで4箇所から描き始めていくわけ。何が何だかさっぱり分かんない。もうアブストラクト的なね、すごい象徴的な絵を描いて、ところがそれが今度は後々雑誌に出てやんの、ちゃんとその絵そのまんま。はあ、それもらってきたらすごかったですね。大変だよ4人で描いたね。そんなに欲がないんだな俺やっぱりサインしてくれも言えないしさ言おうと思ったけどやめたなと思ってさ、今から考えたらお仕事したなと思ってね。最盛期のビートルズだもんね。そう、ビートルズ。カーブさんプレスリーにもあってるんですよね。プレスリーにもあってる。プレスリーにはね、あのラスベガス行って、そして彼のステージを見てからね、うん、彼のバンドのドラムス叩いてるのがね、ロン・タットっていう男なのね。それがバート・バカラックかなんかと一緒に日本に来たりなんかして、で俺の知り合いの友達だったわけだもん。だからそのバックステージ入れてくれる、お前、うん、エルヴィスに会いたいかって言うから、会えるかよっつったら OK なんつって、それで行って、いや2時間半ぐらい、いろんな話をして、空手は俺すごい得意だけどちょっとやってみようかとかさいろんなことで、あの衣装がすごいねって言ったら、今度は隣の部屋行って、衣装の部屋のあれでもう戸棚開けて、これがこうで、ああだって、もうでも変わってるのはね、一つ普通説明したらさ、大体5つぐらい説明したら、あと30着以上あるんだよ。でも大体5着ぐらいしたら、あとはもうそれの色変わりだとか、それ一個一個全部説明してくるんだよ。止まんないのね変わった人だなと思ったよ几帳面なんだね。こっちが一生懸命すごいなってやってるもんだから、まだこうやってちょっと悪くなっちゃってさ俺
衣装の説明で2時間は食いました。いやいや、そんなにはいかないけど、でベルトがそのなんかインディアンがこうやってね、あの手彫りでこうやって銀をね、あれして作ってくれたのがここについてんだとか、すげえ重いの。シルバーにターコイズがなんかついてるね。いやもうそういうのできなかった。ちょっとまあ変わった人だなと思ったのがまず印象でね。それから彼はステージで絶対メイキャップノーメイキャップでやってるからね、うん、すげえ肌の綺麗な人でね、メイキャップしてなかったんですか。何もしてないあの人は。見るとだって、うん、だからもうバーッとこうやって汗もう吹き吹きやっても何でもなんないでしょ、うん、それと比較したんだけど、トム・ジョーンズってなんかゴッテゴテその後見たらガッツリしてさ全然違うよ。違う、うん、面白いですね。面白いですよ。あの話戻しますけども、あの加瀬さんがさっきそのビートルズ の頃ってメンバー探してたんですよ、で加山さんが30周年だからワールドワンズってもう20何年25年です。あ、来年ね25周年なんですよ。おじゃあ来年また CD 出したりしてお祭りいろいろコンサートとか CD 久しぶりにレ、うんね、コーディングしたりして、うん、まだ僕がゲスト行かなくてもないね。レコーディング一緒にやってもらえるよ。ワールドワンズってこ の, あのグループ名って誰が作るんですか。加山さんに。僕はちょうど慶応のまだ大学生だったんで、加山さんに相談来ました。今度僕グループ作ろうと思ったら、相談に行って、お前そんなプロは生優しいもんじゃないぞ。偉そうなこと言った。それでお前飯食ってくれて大変なもんだぞって言われて、そうですか。でも一応もう作ろうと思ってるんで、それでじゃあそれだったらちゃんと名前つけなくちゃいけない。僕は星占いでつけてあげようってことでそれでうちのメンバーがね、メンバーみんな揃ってうちで練習してて、今日きっと決まるって言ったら加山さんと電話して決まりましたから、うん、ザ・ワールドワンズって言うんだって。あ、そうですか、みんなワールドワンズって言うんだって変だから最初なんかこう聞き慣れない、やっぱりブルーコメッツとかスパイダーとかなんかそういう感じがあった、うんうん、ザ・ワールドワンズって最初なんか耳慣れない時が流れがいまいちリズムがね、そうちょっと意味は何ですか、自然児だって、もう生まれたままみたいな、そういう感じだから君たちは、そう自然児がいいだろう。それと当時はジェームス・ディーンとかああいうのを、そうそう、ワイルドね、ああいうのをワイルドワンズっていう、うん、だからそれで、ああじゃあこれはいい名前、でもやっぱりユニークっていうか、ね、すごい斬新でね、うん、で島英二はね、それ聞いてね、修善寺ですかって言ったの。また彼がね、分かってる。修善寺。修善寺を。修善寺だったんだけど、島がね。修善寺なんだな。君だって肥満寺って言ったよ。温泉じゃない。今聞くとすごくあったかい名前でね。すごい斬新でね。年寄りの人に、もしかしてあんたワイルドワンズの人とか言われるでしょ。うん、そうだよって嬉しくなるのね。そういう名前、丸い、丸みのある名前でね、僕がすごくいいなって。だからやっぱり売れたじゃんか。そうね、うんうん、それでこんなに、あの頃グループさんたくさんあったけど、こう、今でも仲良くやってね、時々集まっちゃってるのっていうのは、そんなないですもんね、やっぱり、ね、うん、僕らも下積みが全然ないんですよね。41年のすぐ上積みだったけど7月にとにかく結成して、合宿行ったりなんかして、それであの遊び場で合宿ばっかりしてるんですよね。葉山の方で合宿して伊東行ってね、伊東の温泉で自然寺なかった自然寺通り過ぎて伊東行って合宿やって、それから葉山マリーナで何しろ海行ってそれから軽井沢でコンサートやって、それ東京帰ってきて9月になって、じゃあレコーディングしようって言うんで、みんなであの詞を書こうとね、あのおめでたいその曲ができてて、みんなで詞を考えて、で僕が作った詞が一番語呂が合ってるから、それでレコーディングしようなって言ってね、それでもうレコーディングもね、もううちのそばの麻布のなんかあの青いスタジオ、僕んちなんかそばなんで、ね、もうゴムソールでひたひたひたなって言ってそれで撮って、そうしたらすぐそれが1位になっちゃったんですもんね。100万枚ぐらい売れちゃって、下積みはない、本当に下積みがなくてすごいよ、だから名前が良かった、名前が良かった思い出の渚って聞いてるでしょ。そうですね、あれ好きなんだよね、覚えてますよ。もう完全にこれは湘南サンドの代表ですよ、うん、あれもだけどね、やっぱり下地にはね、加山さんの君といつまでもが、うん、その年の春にヒットしたわけですよ、うん、それでやっぱそういう下地があって、うん、あ、そうか、加山さん入ってヒットしたな、じゃあグループっぽいもうちょっと匂いを出してコーラスを入れてって、やっぱその路線で考えたの、これ本当にそういう、だから加山さん、僕が作曲するのもやっぱ加山さんが作曲しだしたのを、あの聞いて、ラジオで聞いて、それで、あ、そうか、加山さん作曲も始める、じゃあ俺も作ろうって言うんで作ったりしたんで、だからその影響力はもう多大ですね、うん、だから君といつまでもがヒットして、その年の秋から思い出の渚、思い出の渚、あの聞かせてもらえるんでしょ、同じ年だったか、同じ年です、確か昭和41年じゃないかと。あの歌は海の歌ですけど、スキー場で
流行ったんですよね。だからいいじゃんか。それでそうなんです。スキー場でね、秋にリリースして、ちょうど、そうで、何しろ11月なんですよ。君といつまでも春ですよね。あれ出たの忘れちゃったわ。いや、僕はね、渡辺音楽出版で加山さんとちょうどお会いしたら、今度これ出すんだよって聞かせてもらったの。ああセリフが入ってとかして、あでもいいですねとか言って、それで確か春だったと思ったな。本当それでそれがヒットして、昭和41年、僕は高校2年生だ。じゃあ思い出の人やってみましょうかね。お願いします。久しぶりなんでできるかどうかちょっと分からない。何が言ってんだよ。今年は3000回歌ったんですよ。そんなことは強しねえもん。いいだっけ、いいだ。今日はいいリアルにしよう。よし、じゃあ思いつかない人、じゃあ行きますよ。はい、いいですか。ワン、ツー、スリー。君が見つけたこの渚に一人たたずみ思い出す小麦の下、可愛い頬、忘れはしない、いつまでも皆も走る昔、ワイドアンズ入る前、カントリーやったね。そうですね。手挙げてるやつ、はい、リクエスト。はい、リクエスト。加山さんのギターが、ベンチャーズの方にいただいたってことで、うん、ベンチャーズのナンバーがあって、リクエストいいですか。ベンチャーズのナンバー。よし。加山さん、指動きますか、大丈夫ですか。ちょっと、ね、指、ね、言い訳はよそ。どうせ下手なんだから。もともと大して上手かねえんだから。じゃあ、オークドンプランかな。オークドンプランかなんか。あ、来た。One, two, three, four.
間違えんだよ。全部間違えちゃった。頼むよ。コードが違うんだ。焦るよ俺は。それにもめげずよく頑張ってメロディーを弾いてくれましたね。もう一曲聞きましょうか。もっとじゃあそのお詫びに今度僕はじゃあダイヤモンドヘッドをやりますから。はい、じゃあダイヤモンドヘッド。はい。あの顔がほころんじゃうんですよ、やっぱり顔がほころんじゃうんだ。いやー、しかし懐かしい。いやこういうのがやっぱり原点ですね、こうやってね。そりゃそうだ、うん、ね、そのあと何もないんだからな。あの音の、なんだろう、アンプの使い方なんかも全然違うんでしょ。そうです、ね、これはわざわざ昔っぽいアンプなんですか。そうです、もちろんもうそのまんまの真空管式のね、真空管式、デジタルっぽく全然ないんですよ。真空管なんて知らないんじゃないですか。知ってます。あのこの辺のこれをねとか、テケ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 みたいな感じ。そうだ、リズムなんかでもこう全体でこうグルーブってうねっていっちゃうから、あの機械的な最近の打ち込みなんかは全然僕ら合わないんですね。もう勢いでせーのでドーッといっちゃうから。今までなんかジャスト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 に合わせるのが一番ってなってるけど、そんなやっぱり人間だからね、気持ちがこう高ぶってくればわーっと気持ち走っちゃう、テンポも速くなってくるしね。あとあのてんてんてけてん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 だけど、あそこのこでみんな一回落としたからまた上がってってみたいな、いやあのポルタメントがやはり基本ですね。もうガーッと落としてガッとみたいな、耐えて耐えて耐えてそれ前の前にも加山さんの雰囲気見てて落としてみてね、上がったみたいな。もうだからもう反則に会える力道山みたいなもんね。うるさくてしょうがない。今日は最後なんですよ。いやまあそれはわかるけど、ね、だから今日やっぱり楽しくワッと宴会風にやっぱり行かないと。でもなんかこういう感じがさ、バンドの基本ですよね。そう、バンドはやっぱりこういうね、顔が見える範囲で集まるともうすぐこれだからね。同じ曲はだってシンサイザー使って今風に作ったら全然違うでしょ。いやあんまりやりませんね。なんかそういうのってのはまたなんか別世界って感じしてね、そういうのもやらないかと思うと、加山さんってやるね、すごい、もう新世代のすごいシンクラビア、シンクラビアあるんだもんな、ね、最新型の機械があって、コンピューターでそれ打ち込んで、それで遊んだりとか、そういう新しいこともね、うん、加山さん、好奇心がやっぱり強いんですよ ね、 すね、いくつになっても、まあ、好奇心だけはもうすごい、ね、本当そうですね、うん、昔からそれは全然変わんないから、やっぱり、なんていう、今でもだからもう、とんでもないことやっぱり知りたいなと思うでしょう。そうすると、シュワルツシールド半径っていうのはどうやって出すかとかさ、ものすごいそういうことに、初めて聞いてたことです。シュワルツネッカーって、シュワルツネッカーそれはマッチョの俳優さん。シュワルツシールドっていうのはブラックホールの、まあ、仮想地平線とでも言うかね、その下にずっと行って、そこからもう絶対に閉ざされて出られないというその限界点、それをシュワルツシールド半径っていうんだけどね。でそういうのを勉強しててね、最近分かったんだけど、ブラックホールっていうのはね、全部吸い込むと思ったら出てくる可能性もあるんだってよ。出てくる穴エネルギーが一つあって、え
出てくるところもある。いやそう、うん、出てくるところっていうかね、うん、落ち込んでったものがね、うん、最終的には10のマイナス33乗メセンチメートルの大きさになって超紐になるわけね、うん、そうすると我々のこの素粒子っていうかその中の一番小さいのもそういう超紐になってるわけ。だからそのエネルギーがこういうところに出てきて、ここにもここにもこういうところに出てきてるかもしれないっていう新しい説なんだ。これあのあれですよ、あの今のスティーブン・ホーキングのね新しい説で、そのブラックホールの中に要するにあのハイゼンベルグのねあの不確定性原理っていうのが入ってるんですよ、入れたわけ。だからこうそこから出てくると、まあつまんない、しらける。いや今日もねお勉強になったんですよ。あの来た時ね、すごくこのスキー場はね音がいいんですよ。リフトに乗ったらね、あれすごく音がいいなって、すげえ音いい、スピーカーがすごくいいスピーカーで、そこからすごいいい音が流れて、そしたらね、あのある時音がスッとなくなったんです。で、それ切れたんじゃなくて、F 分の1って言うんですよね。そう、覚えたね。カス覚えました。今日、ちょっとお利口になった。知らない、F 分の1。F 分の1って何ですか？何ですか？要するに、自然のリズムというの。つまり、風もね、一定にさーっとこう扇風機みたいに吹いてんじゃなくて、ふわっとなくなったと思ったら、またひゅーっと吹く、その、そのリズムを F 分の1って言うんですよ。聞いたことあるでしょ？あります、あります。それを今扇風機でもそういうのあるんですよ、うん、F 分の1の風を送る扇風機、ね、コンピューター制御 で、 でそういうことで人間というのはやっぱりこういう一つのリズムがあるから、うん、年中ガンガン音楽を聴かしてるとしまいにイライラしてくるわけで、うん、そういう時にスーッと消えて自然の音だけになったり、また音楽が流れてくると、うん、その次に出てくる音楽というのは一層引き立つ、うんうん、このゲレンデでは自然にそういう風にこう音がスーッといつまでもなくなって切っちゃう、あれないなと思って今度また聞こえて、要するにここは F 分の1ゲレンデってわけです岡山さんとお会いするといつもこうやって一つ何かあの教えていただいて、二つ以上聞くと忘れちゃいますよ。二つだけ。ワイドショーで帰ってきて、いやーこの間カナさんお会いしていいこと聞いてきたって僕らにまた教えてくれるんだけど、その習ったこと自体をカナさんいつも忘れちゃうから、何を習ってきたんですか。向け電話して聞いた。なんだっけ。何でしたっけね。こっちも何言ったか忘れちゃった。今週僕で加山さんとこう一緒にお付き合いしてね、ヨットでしょ、スキーでしょ、本当にこう音楽でしょ。ありとあらゆるところに好奇心を持っている人じゃないですか。今はその宇宙物理とか。そういや本当そうですね。だからその社会に出る、まあ映画俳優になる、まあ前から、うん、なんていうかな、本当に例えば雑誌にサーフィンのアメリカの写真が出てるんです。サーフボードを見て、あこれは面白そうだって、それを見てそれを作るわけですよ。ベニヤ板。今は情報があっていろんなこうねそういう設計図がいろいろある、うん、何にもないんですよ。それを作ったりとか、その船にしてもこう自分で全部設計図を書いて。うん、作るわけですよ。お前によく手伝ってもらったな。夜中で、ね、徹夜でね、徹夜で。お前そこから向こう全部釘打てるやつ。板押さえてるんですよ。もうあんまり眠いから僕帰りますって帰って、朝来るとまだ一人でね、やっとそれでおいできたぞって作っちゃうんですよ。集中力でやるから、一石作るの1週間で作っちゃったもんな。長かったですね。岸間さんなんかその加山さんのどういうところにびっくりします？僕はね、いつもね、さっき話してたりその好奇心が強いってあるでしょ。今までお付き合いさせてもらってて感じるのは、好きなこと好奇心が全部仕事になってるんですよね。ああ船もそうだし、船が好きで、さっきほど母さんが言ってカヌーを作っちゃったりヨットを作ったりして、うん、とうとう自分でものすごい船作って、それを今度仕事として受注して発注するみたいな仕事を頑張ってきたり、今度スキーはスキー場でしょ、ね、だからすごく興味あるんですね、次は何やるのかっていうね。今の若者が一番こう描く理想像を加山さんはごく自然にもうずっと前からライフスタイルで自然にもともと持ってらして、それを自然にやってるんですよね。だからこれが何つったってすごいですよね。マニュアルみたいなのも全然ない時にごく当たり前に生きてこられて、それがねそのまま音楽ありスポーツありもう自然あり、それからそれこそ宇宙物理学ありだから、それはもうすごいですね。理想だよね。その自分の好きなことがそのまあ仕事でも何でもなって、好きなことをやっていける、それ楽しんでやってるからやっぱりいいんでしょうね。スキーにしても、そうでしょうね、海にしても、うん、本当に海でも船とか好きだから、やっぱ一番海のこともよく分かってるし、うん、こういう場合はこういう船作ったらいいとか、そういうことも全部入って、自分が本当にそれを楽しめてるからいいと思うんですよね、うん、やっぱりレジャーが流行って、今レジャーだって言うんで、もうみんなスキー場作ったりなんかしてるけど、やっぱりそういう人たちが本当にスキー場での楽しみ方とかそういうのを
分かんないで、ただ今スキー場作ったら早いだろう、ゴルフ場作ったら早いだろうっていうんじゃなくて、本当にそこでの楽しみ方を知ってるから、やっぱりさっきの音楽だってこういういい音であれしたりとか、ゲレンデにこう明るい照明をきれいにつけたりとか、それはやっぱり自分でこういう風にしたらいいなっていう経験があるからでしょうね。それはすごい羨ましいし、だからそういうみんな仕事に繋がってもいいんじゃないですかね。そうですね。いや、その全部仕事にしちゃうっていうのはパッとそう言われてみればそうだなと。仕事にしてもしてしまってもなおかつあのいわゆるこう仕事の中に全部取り入れちゃうんじゃなくて、自分は自分で遊んでるって世界を持ってるんですよね。で、一番仕事にしたくなかったのは俳優さんじゃないですか。もしかしてどう、じゃあやってみてもらう君 なんでそうだったのかなと思うしね。うん、あ、不思議、俳優になるっていうのなったっていうか、そして一番最初にあんまりね、最近いや、それはね、山際さんなら理由は分かるはずだ。ね、昨日や一昨日まで俺言ってるもん、音楽は絶対に自分それで飯を食うという感覚にはならず、常に素人の息を脱しないで楽しむという最高にもう死ぬまでいい友達でいたいという関係全て、でも俳優は僕はプロですって言ってるんだよ。仕事として、仕事として、だから本当そうですね。そこだけはもう厳しくね、だから演技に関してとか人間が深みのある人間になる、それを表現するにはどうするかとか、これは本当に真剣に取り組んでるんですよ僕は。で、それが本当に超えてあの芝居になった時にさりげなく、これはまたあの森重さんがね、カラヤンから聞いた言葉らしいんだけど、 Just simple、 さりげなくしようとすることはさりげないのではないって言うんだよ。舞台に出ても芝居をしても自分がさりげなくしようとしてる段階ではまださりげなくない。それ悩んで苦しんでどうしたらいいかって言って、もう、もうここから先やってボーンと本番になった瞬間に、なんか夢中でやってるともうそれがさりげない結果になると、ステージっていうのはそういうもんでなきゃいけない、芝居というものはそうでなきゃいけないっていうことを、あのなんかカラヤンから聞いたっていうことを森重さんが僕に言ってくれた。だから森重さんのポリシーっていうのを僕すごい尊敬してるけども、歌は語るがごとく、ね、芝居は歌うがごとく、つまりセリフはね、歌うのこと、そういうのってのはやっぱり人間がこう普通に喋るときってのは考えながら喋ってるんだから、セリフを覚えて喋ってるやつなんていないよな。こうやって喋ってるもさ、考えて次何を言おうかって言って言ってる、そういうふうになるためには相当な訓練というかさ、トレーニングを積んだ上でそれが トレーニングの結果であるというふうに見えないレベルになっていくんでしょうね。そうなんですね、そうしなきゃそれをなんていうの、トレーニングしたからって小出しにするっていうところは引き出し持ってる、芝居になると限界っていうものがあるでしょ、それじゃいけないというのが、まあ偉そうに言うけども俳優の部分なんだよね。でも全てに通じますね、だと思うんですよね。いわゆるスペシャリストとかプロとプロフェッショナルと言われるのはね、そういう心がけでやっぱりやるべきだと。だけどそれ以外に関してはやっぱ本当にいつまでも自分が楽しみながらね、そしていい友達でありたいみたいな、そういう精神で全てを引っ張っていくと長続きするしね。そうですね、だからやっぱ仕事っていうのもこれをやらせたら他にあの叶うことが叶うな、これを超えるやつはいないぐらいの芝居には自信があって、例えば軽い芝居ならこれはもう他にやったらあいつらしくなるとかさ、森重さんは森重さん、何やっても森重さんだけど魅力がある、そういうふうに なりたいなろうっていうことなんだよね。だけども音楽だったらそりゃもうまだ俺はペッペだと、ペッペだけど味あるでねえけってこういう勝負の仕方すれば、人間の一生ってほら最初は赤ん坊として生まれてるんですよ。一番自然な存在じゃないですか子供っていうのは。それだんだん10代になっていろんなことを意識し始めてごちゃごちゃになっていくじゃないですか。かっこつけようかっこつけようっていうふうにやればやるほど自分らしさが出てこなくなる、でずっと成長していって大人になってまたこうある種こう枯れたところに行くとまた自然さを取り戻していくってなりますよね。なんかこう10代20代30代っていうその頃っていうのはあのセリフを覚えようとしてるのと同じようなこうもがきをしてるのかもしれないですね。そうなんですね。でもがかなきゃダメなんだ、その頃時はね絶対もがかなきゃダメ、だから僕が一つは俳優でもがきます、やっぱりでセリフをもらって台本読んでどうするかってすっごく悩んでね、それも悩んでよーしって切る、もうそのカチンコが鳴ってバーンつった瞬間にまるでなりきるっていうかさ、その人間にね、それを努力してきて、いいですね、いい話ですね本当に。あの
本当にだんだん時間がねなくなってきたんですけども、ここで改めてね、加山さんのヒット曲をね、何曲も、おいおいそれできない、できないよ。できないよ。ちょっと待ってよ。また聞かせてください。何やる？そうね、何、青い星くん。おおむね出ちゃったんじゃないか。うん、青い星くんがあるけど。あれはスリーブルースターっていうね、最初はタイトルだったんだよ。英語の歌詞だったんですか？あれは初めから歌詞があったんですか？いやいや、そうじゃなくて、あのインストゥルメンタル。インストゥルメンタル。うん。あ、そうですか。そう、それでね、それはどうしてそういう名前ついたかっていうとね、あの昔宝塚でもって撮影してる時にね、宿に泊まらなきゃなんでしょ。でそこで生活して、まあ、たった一人だ、いつも窓を開けるとどういうわけかそこに3つ星が見えるわけさ。で、まあ、周りが明るいから明るい星だけしかで、大体開ける時間が同じだったんだよ、きっと3つ見えるわけ。それで自分がもう寂しい、つまらねえね、一人でもう年中ギター持ってきたこうやってやってんだけども、開けると窓開けるとそこに3つ星がある。それでスリーブルースターっていうのはその時にできた。でそれが青い星屑になったわけ。あ、そうなんですか。まあそんなような逸話もあるわけだけど、ここまで行ったら歌の読んだりする。ちょっとあんまりテンポアップでいかないで、さっきすげえすっ飛んでっちゃったから、はい、そうキーは何ですか？で、Dマイナーです。Dマイナゆっくりですね。4つだね。乾燥ハルマム、乾燥ハルマム、タタ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 が入るんですね。ブレイクしますね。歌に入るまで4つ。イントロと同じデマイナーものが乾燥前に入る。乾燥2回やる。乾燥は2回ね。一人の日暮れに見上げる空の星屑、僕と君の二つの愛が風に震えて光っているぜ。君と別れたあの夜、思い出させる星空、君の星はあんなに青く、どうして今宵は潤んでいるの。風よ伝えてよあの子に、遠く離れていようと僕の想いは変わらない、どうぞ泣かないで。たった一人の日暮れに見上げる空の星屑、僕と君の二つの愛が風に震えて光っている。I said hello, Mary Lou. Goodbye, heart, sweet Mary Lou. I'm so in love with you. I knew Mary Lou would never part. So hello, Mary Lou. Goodbye, heart.
I saw your lips, I heard your voice. Left behind, just had no choice. My whole sense couldn't make me stay away. I thought about a moonlit night, arms around you, getting tight. That's all I have to see for me to stay. Yeah, I said hello, Mary Lou. Goodbye, heart. Said Mary Lou, I'm so in love with you. I knew Mary Lou. We'd never part. So hello, Mary Lou. Goodbye, heart. I saw your lips, I heard your voice. Left behind, just had no choice. My whole sense couldn't make me stay away. I thought about the moon at night, arms around you, getting tight. That's all I have to see for me to stay. Yeah. I said hello, Mary Lou. Goodbye, heart. Sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I knew Mary Lou. We'll never part. So hello, Mary Lou, goodbye, heart. Yes, hello, Mary Lou, goodbye, heart. One more time. So hello, Mary Lou, goodbye, heart. やるね。カントリーロードだから。ね。止まんなくなっちゃうぞ。知らねえぞ。もうこうなったら行きましょう。じゃあいいよ。Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is all there.Growing like a breeze, country roads take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home, country roads. All my memories gather around her.Lady, blue waters, dark and dusty, painted on the sky. Miss the taste of moonshine, tear drops in my eyes. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama.カントリーなの。カントリーはすぐできるからね。ジャンバライアなんてあの通行路ですもんね。カヤマさん覚えてます ？C と G セリフ。Goodbye Joe, we gotta go mail mile. We gotta go pull up and roll down the bayou. My boy, the sweetest one, mail mile. Oh, son of a gun, well, having fun on the bayou.Watching the rain, crawfish pan, spirit gumbo. Got a
cause tonight I'm gonna see my share of the meal. Make it tough, fell for John Abigail. Son of a gun, we'll have it fine all the time. They better find to know the place is buzzing. If folks come see him on by the dozen, dressed in style and go hop wild me on my own. The son of a gun will have a fun on the bike. Watch him the line from his prime favorite combo. Cause tonight I'm gonna see mama share the meal. Make it tough, fell for John Abigail. Son of a gun, we'll have it fun on the bayou. Oh, son of a gun, we'll have it fun on the bayou. Wow. Son of a gun, we'll have it fun on the bayou. エンディングがただ一緒でしたね、うん、よかったな。これいつまでもやってるんですか。9時に終わんなきゃいけないんだ。そうですよ、時間があるんですね。なんか後で花火上げてあげるから。あ、いい。プレスリーの曲とかなんか、えなんかやっぱり母さん、いや、君といつまでもこの辺でやっぱりしたいな。あ、そうか、ね、それは出てたね。やってくれました。そうか、やってくれる。君といつまでもね、忘れてたよ。またキーボード、もうその他に行くかと思ってた。ちょっと椅子を借りてもいいですか。はい、どうぞ。お借りします。ちゃんと座って。珍しいやつ。よいしょ、はい、ではじゃあいきますよ。はい。君といる時が一番幸せなんだ。僕は死ぬまで君を離さないぞ。
とうございました。あ、気持ちよかった。楽しかった。いやー、ナイスね。夜でした ね。あ、やっててよかった。ありがとうございました、本当に。どうもどうも。いや、今日はなんか本当に楽しかったな。楽しかった。あのね、加山さん、あの加山さんのデビュー30年ということでね、はい、いろんなあの30年、いろんな形で振り返ってきたと思うんですよ。僕はその30年前って12歳だったんです。今42ですからね。あ、そうだ。加山さんのこう話を聞きながら30年をたどりながら、僕は僕なりのこう僕自身の30年ってどっかこう、ね、思い出しながら来たんですよ。みんなこう来てくださったゲストの方もね、同じだったんじゃないのかな。あるいは見てる人もね、みんな自分たちの、やっぱり時の流れというのはみんな同じようにこう歩んでいって、 ね、それぞれの思い出が何かの形でこう、まだ来てください。プレゼントがあるんですよ。プレゼントがあるんですよ。うわー、何それ。本当に開けてください。ちょっと僕らからのプレゼントです。これはですね、ぜひ加山さんにこっち向けて大丈夫かな、逆かな、こっちかな、こう、もう一個回す、こうで、開けてください。これどうやって開ければいいか。あ、これで開けますよ、皆さん、はい、開けますよ、はい、おいおいおい、派手だね。ドーン、ザンザンザン、それ、おお、恋は赤いバラなんちゃって。30年あー、綺麗だ。どうもありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、いやー、綺麗だね。最高です。じゃあシャンペンなど。はい、どうもありがとう。うわ、本物、本物ってないんだけど。また乾杯だけいただいて。あ、どうも、ローで。どうもありがとうございます。ちょっと、いや、大丈夫、大丈夫。すみません、谷村さん。皆さん、ありますか？ありますか？はい、なんか俺、幸せいっぱいだ、本日。いろいろな意味で。それでは。どうも、おめでとうございます。どうも。おめでとうございます。6日間ありがとう。今日みんなね、よく来てくれました。どうもありがとう。せーの、乾杯。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。最後にどうもありがとうございました。さあ、花火打ち上げるのかな。いやいや、まだまだ。もうあとね、そうだな、最後の1分間ぐらいあげようかな。あ、だからあと、ね、じゃあ我々で。ずいぶんでも加山さん、これもおしゃれな、ね、いいっす ね、 ね、 いや、これナイター滑るの気持ちいいんじゃないですか、今日なんか雪がね。でも9時で終わり。あ、終わりなんですか。花火上がった。おおーい、やったぜ。お、やった、綺麗。へぇー、綺麗。よしよし、初めてだね。初めてです。うん、うわ、大きいんですよ。最後にうん、まだ続くのかな。あ、いいですね。すごいすごい。スケジュールの花火っていいね。うん、さっきまでふぶいてたのにもう止んでる。本当、ちゃんとね。花火のために。うん、花火のために止んでくれたりして、うん。すごいドラマチックじゃないですか。いいですね。なんかかっこよすぎだね。ねえ、かっこよすぎでしたね。はい。でも本当にもう今日で6日目で終わりですけどね。うん、いろんな人に来てもらったり、うん、いろんな話聞いたり。うん、えらく充実した6日間でありました。僕も本当にそうですね。つくづくいろんな意味でね、僕は幸せだと思います。いい友達に巡り合いそしていい仕事ができ、うん、とても素敵な出会いもあり、うん、そしてこんな素晴らしい仕事ができてて、本当ですね。僕も最初どんな風にできるかなと思って不安だったんですけどね。でもなんかね、加山さんとすごくねコミュニケーションしやすいんですよ。非常にこうそういう意味でね、僕はふっと入っていかれた、うん、よかったなと思ってます。いや、それはね、こういう出会いってなかなかないです。やっぱ波動が合うというか、うん、山際さんのこのリズムがね、うん、すごく僕がやっぱり受け入れやすいというか、だから人間ってのはやっぱりこう、うん、出会いとともにお互いに何かこう歩み寄ろうとした瞬間に、うんうん、心の扉がスーッと開ける人、
この人もそう、うん、だからなんとなくいい輪ができてね、うん、いいムードで、ですね、今年はいい年末ですね。もう30日、明日が大晦日です。本当に一生忘れられない6日間はありがとうございました。うん、そうね、若い時って意外とインパクトあるかもしれませんね。そうですね、いろんな意味で、うん、でもやっぱり30年間お仕事をし続けてきてる凄さっていうのをすごい感じました。そうですか。そして音楽ってものにね、携わってる自分の幸せも分かったし、うん、寒いから来てください。敬老の精神っていうか自分でおじいさんなのに、うん、いやそうだね。ただまあ俺は年上だと思ってないけど。30年ってあの考えてみれば一瞬だけどね。でもいろんなことがあって、でもやっぱりこうやってまとめたワンジェネレーションを振り返ることができるっていいですね。未来を考えられるということは、うん、過去の素晴らしい知識の蓄積があるってことです。と、うん、いうことは勉強をしろという意味でもあるんですけれども、人生それこそいろんなことが勉強だって心がけるだけでいいんです、うん、そうすると記憶の中にいっぱい知識が詰まるでしょう、うん、そうすると必ず未来を考えることができるようになる。で、人間だけですからね、過去と未来をちゃんと識別できてそれを持ってるのは、まあ動物になったわけじゃないか知らないけれども、昨日のことはきっと動物は忘れてると思うけども、でも我々は昨日のこと、もっとさらに昔のこと全部蓄積して持ってるでしょ。その量が多ければ多いほど明日どういうことになるかな、うん、明日こういう出会いがあったらこうした方がいいな、うん、またさらにもっと10年先はきっとこうなるからこういうこと気をつけなきゃいけないなっていうことが分かるのが人間のいいところであり、うんうん、そうですね、大事なところじゃないかななんてふっと思ったりしましたね、うん、教訓ものですね。、うん、思い出にもなる。そうなんですよ。なかなか本当にね、あの改めて我々どういうふうに生きてるのかな、何のために生きてるのかなって考える機会ってないと思うんですね。そういう意味でもすごくいいね、状況だったし、うん、いいゲストたちだったし、いいお話だったし、やっぱり自然って僕はいいですね。人間は自然の中に出ると本当に素直になれるんじゃないですか、うんうん、だから僕は海が好きで、ね、そして山が好きで、はい、そして人間が好きです。その好き、お、サボ、来た、おお、おいおい、何やってるの。あれ何やってるの。あれ倒れたんだよ。本当おいしいとこ持ってたね。バカだね。ワイルドワンズの皆さんもどうもありがとうございました。素敵な歌を、どうもありがとう。